あれ電池もうないやん、困ったわ。でも近い未来こんなことがなくなるかもしれません。もうすぐ万博、未来のネタ。さまざまな分野で技術を提供しているこちらの会社、大阪・関西万博に向け開発を進めているのはこちらのフィルム型ペロブスカイト太陽電池です。すごい、こんなペラペラやのに電気が作れるの。曲げた状態でも発電することができます。万博会場西ゲート交通ターミナルに設置します。ペロブスカイトという材料をフィルムに塗る新技術で実現した次世代の太陽電池なんです。同じペラペラでも私は喋って大活躍なんて。